なあ、ケンチ。どうした、マイキー。今年出した歌ネタ動画をまとめてみたぜ。意外と歌ネタあったんだな。これで今年の紅白はいただけだな。残念だが、マイキー。もう紅白のメンバーは決まっちまってるみてえだぜ。NHK ぶっ壊そう。やめとけ、マイキー。どこ行くんだよ。俺もついてく。レスは2分以内に返せよ。みんなの前で笑うの禁止な。不安になるからさ、俺以外の連絡先全部消して。その友達って男？女？どうせ男だろ。なあ、そうだろ。なんとか言えよ。来年の予定も全部教えて。俺が管理するから。仕方ねえだろ。俺はおめえがいねえとダメなんだよ。どこへ行くのも楽しいな、エマ。連絡くれて嬉しいぜ、エマ。ミスしたとこも可愛いぜ、エマ。ファッションセンスも最高じゃねえか、エマ。掃除も洗濯も済ましといたぜ、エマ。来週の動物園楽しみだな、エマ。幸せにするぜ、エマ。俺と結婚してくれ。どこまでも一緒っす、バジさん。レッツラ勝ち込みっすよ、バジさん。みんな大好きバジさんだぞ、こら。ファンクラブ作っちゃいました、バジさん。空から落ちてもへっちゃらに決まってんだろ、ねえバジさん。ライフルなんて聞くわけねえだろ、ねえバジさん。幸せなこと？バジさんと出会えたことっす。どけ、邪魔だ。アリさんが通れねえだろうが。連絡をせよ、バカ。嫌われたかと思うじゃねえか。見つめてくんじゃねえよ、あんまし。照れるじゃねえか。ファッとかお前、恥じとねえ言葉使うなよ。その猫かわいいじゃねえか。俺にももふらせろや。楽にしてやるよ。てめえの肩こりをな。しゃーなし手伝うだけだぞ。ああ、別にお前のためにやってるわけじゃねえんだからな。どうでもいいけど金貸して。連帯保証人って知ってる？みんな俺に優しくして。ファンには手出すだろ。空から8万円くらい降ってこねえかな。ランボルギーニ買ってくんない？資金調達に行ってくるわ。どこが悪いんだ？ケツか？ケツ周辺か？レントゲン所見から見て、こいつはケツから野球ボールを入れたみたいだな。ミンク族の肛門か。ファイザー製のワクチンが一番ケツに馴染むな。そこのお前、俺のケツに罪悪をぶち込んでくれないか。ランブルボールか。ケツに入れるにはちょうど良さそうだ。しまった、ノリで帰国を入れるべきじゃなかった。どこ行ってたんだよ。連絡遅えじゃんか。耳掃除してくんない？ファイトだよ、レンジくんって。
言ってほしいな。そばにいてくんないの？ラーメンあーんってしてほしいな。死んじゃうことがまたあるんだったら、お前に膝枕されながら生きてえな。奴隷なら 2,3 人いるが、礼は体で払ってもらおう。みんなの前で恥ずかしくねえのか。ファックスってやらしい感じで言ってみろ。そんなに欲しがって豚かてめえは。楽になんてさせるわけねえだろ。死ぬほど気持ちよかったらと。本番はこっからだろうが。マイキーあるある教えてやるぜ。いろんなやつに慕われる。食べてすぐ横になる。蹴り一発ありゃ大抵解決。変なあだ名で仲間呼びがち。妹思いのいいやつで割と不幸に見舞われる。闇落ちしててもやっぱり可愛い。俺可愛い？いや、地冬あるある教えてやるぜ。信じられる後輩で底抜けにいいやつで、よくわからんけどとにかくいいやつ。いいやつすぎてたまに傷だが、それでもやっぱりいいやつで、よく笑うついてくる、とにかく可愛い後輩だぞこの野郎。バジさん